カフェ&バーマインのフルルちゃんがオカロードグルメを教えてくれます。フルルちゃんのおすすめの油そば屋さんに行きたいと思います。はい、初めて食べた時に衝撃が走ったぐらいで、めちゃめちゃ美味しいです。なんか週2で通われていたという噂を。あ、はい、土日は必ず食べてました。こちらがその最強油そば春日亭。鶏と油そば味玉トッピング。ワクワクした。まずは食前に生姜スープを飲み干す。鶏と油そば味玉トッピングにマヨネーズをもらうのがフルルちゃんのルール。春日亭の油そばは底の方からひっくり返すようにしてしっかり混ぜましょう。中太縮れ麺がめっちゃ美味しそう。麺リフトかなりの重さです。いただきます。だしの風味が強くて割とあっさりしてる。麺がもちもち。マヨネーズはどのタイミングで入れるんですか？半分、食べ終わったぐらい。行くね。はい、行きます。見えないよ、マヨネーズでした。これがフルルカスタム。はい、マヨネーズはいっぱい入れないと。ダメです。もう、物心ついた時からもう、マヨネーズが。半熟の煮卵も取ろうと思ったんですけど、フルルちゃんまさか一口でいってしまいました。おたろのコンカフェ嬢おすすめの油そば、大変美味しゅうございました。マヨネーズ皆様入れすぎ注意しましょう。